労災、二申請、保険給付に関する決定、審査請求、労働者災害保障保険審査官へ。請求期間3ヶ月、文書または口頭で、再審査請求、労働保険審査会へ。請求期間2ヶ月、文書で。雇用、二申請。1、被保険者資格の特措の確認。2、失業等給付、育児休業給付。3、不正受給による返還命令等。審査請求、雇用保険審査官へ。請求期間3ヶ月、文書または口頭で、再審査請求、労働保険審査会へ。請求期間2ヶ月、文書で。憲法、後年、二申請。1、被保険者資格。2、標準報酬。3、保険給付、審査請求、社会保険審査官へ。請求期間3ヶ月、文書または口頭で、再審査請求、社会保険審査会へ。請求期間2ヶ月、文書または口頭で。国年、二申請。1、被保険者資格。2、給付。3、保険料等。審査請求、社会保険審査官へ。請求期間3ヶ月、文書または口頭で、再審査請求、社会保険審査会へ。請求期間2ヶ月、文書または口頭で、国年保険料等は直ちに裁判所への提起も可能。保険料等は憲法、後年では1申請だが、国年では2申請である。二申請、審査請求をした日から労働系なら3ヶ月、社会保険系なら2ヶ月を経過しても決定がないときは審査官が棄却したものとみなすことができる。労災、雇用の再審査請求は、文書、でしなければならないが、憲法、国年、後年の再審査請求は、文書または口頭で可能。一申請のものはすべて、請求期間3ヶ月、文書または口頭でする。国年、後年、脱退一時金、社会保険審査会へ、憲法、後年、保険料等、社会保険審査会へ、国民健康保険法、1、保険給付、2、保険料等、国民健康保険審査会へ、高齢者医療確保法、1、後期高齢者医療給付、2、保険料等、後期高齢者医療審査会へ、介護保険法、1、保険給付、2、保険料等、介護保険審査会へ、保険料等は、憲法、後年も直ちに裁判所への提起も可能。